頭なり徳川の使い番たる五の旗印掲げるところに服部と回り行け伊賀の強者たちよここを越えれば天下の頂ぞ天下を正し太平をなすわしの名は正成服部半蔵正成だ一輪室地の旗のもと小牧長久手の戦では八幡林の朝掛けで秀吉方を震わせた家康公から安の字を賜り徳川家中人品最も高しと言われし我こそ自由兼備の将榊原康政水産スワロー生涯57度の戦に臨み一度たりとも傷つかず家康公の御為とこの手に握るは天下三名僧トンボ切り我事の難に臨みて退かず我こそは戦国最強の武将本多平八郎忠勝参れ天皇のしんがりは家康公の片腕と味方が原根の陣太鼓長篠での奇襲戦あまたの戦を指揮する東三河の旗頭四天王が筆頭酒井忠次健作武様プレート家康公青い武将隊you
皆さんこんにちは。こんにちは。今日これ言うのはスタート。皆様こんにちは。こんにちは。こんにちは。おめでとう。皆様こんにちは。こんにちは。皆さん。ということでね、本日はこの4名が出陣で、名前が伝わったらまだわしらはグレート家康公青い武将隊岡崎城守り三河武士の集まりでございます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、はあ、よいのか刀外さんでよいのか。オッケーだ。はい、ということで一旦落ち着きましょうかな。わしらですが、4月の30日に、2周年を迎えまして3年目に突入しておりまする岡崎の観光 PR をしておりまする、グレート家康公青い武将隊でございます。さあ本日は家康公は、偶然にもちょっといらっしゃらないということなんですけども、家康公は、岡崎の、東の方藤川宿の方に本日、出陣されております。そして午後その藤川宿の終わった後は長久手の方に、長久手歴史トラベラーズというわしら武将隊の、まあ、仲間のような方々がいらっしゃいまして、そちらの最後の催しがございますので、そちらの方も出陣されるとそうかいうことで、いや長くて長くてできたらな、小牧長くての合戦でゆかりのある場所だからね。そうです。殿が羽柴秀吉方に大勝していくという、うんうん、さあということでね、小牧長くての戦では、まあ、それぞれここにおりまする武将それぞれが活躍したということで、そうじゃの、さあそちらの方もお見知りおきしていただきたいものですけども、うん、さあ本日わしらお伝えしたいことが山ほどございまするので、そうじゃ今年新生青い武将隊として、うん、こちらの3名が新しく、まあ前からおったんじゃけども、まあ姿形がちょっと若干変わったかなということで出陣されております。変わったか、変わった人通りとかかな。あ、そう気のせいじゃん。はい、変わっております姿形。さあそんな新生武将隊の3名から、今年新生青い武将隊の新たな試みそれぞれ説明していただきたいと思いまするが、はい、うん、まずわしからいっか、平八郎から。いやこのね青い武将隊さまざまなね軍略を起こしねっておる。まずはわしから。来週の5月24日金曜日、なんとなんとこの我らグレート家康公青い武将隊と行くモデルコースがあるぞ。しかも無料ということで、なんとなんとこれは藤川宿というな東海道五十三次の一つの宿場町がこの岡崎にある。そこのな東海道を皆とともに歩いて散策して岡崎のいいところを見つけようというツアーじゃ。しかもこれ無料、何でもか無料じゃ、無料、時間はな13時に名鉄藤川駅の方に来ていただければ、我らともに散歩してさまざまな場所を巡ったりすることができるわけじゃ。ちょっと暑いからな、飲み物等忘れずに持ってきてな。あとは食事自分で用意して。以上、ありがとう。よかったよかった。さあさあさあ、そんな情報を言ってくださいませ。その次は坂木原殿がいたします。我々ですな、今後からここ岡崎公園で、毎週の週末にやっておるこの定期演舞を、次からは、5月の最終土曜日だな、その月の25日、その月々の最終の土曜日、5月であれば29と6月の25、6月27と、岡崎公園外での定期演舞を行っておるのを、行おうかということを、皆様にお伝えしたい。大丈夫か、大丈夫、これちゃんと来てほしい。とにかく、ここ岡崎公園でやっとる演舞を11時ここで一度演舞をやらせていただいて、その後午後2時からは岡崎公園外へ出て、他の地におるお客様方々に見ていただこうという企画を、これ今後、なんじゃその月々の週土曜日やろうかっていう話で、よし。ちなみに場所はじゃな、これは5月29日は東公園、29日は東公園、東公園と6月29日はこちら大樹寺でやらせていただくと、7月の27日はワンパークというところでやっておるかな。詳しくは、青い武将隊のホームページに、詳しく情報が載っておるので、そちらもぜひぜひ参照していただきたいと思います。はい、よくできました。あまりのグダグダかって肩がこう平和じゃない、平和じゃない、タイトルは
愛じゃん。はい、ということで坂田のでは最後に、はい、三つ目じゃな、2ヶ月に一遍ほどに、イベントを企画しておりましてね、今、7月の13日だったかな、2時から、あちらの能楽堂の方で、ワンコインコンサート、ワンコインコンサート、ワンコインコンサートじゃな、そうじゃ、当然ですな、そちらを開催しようと思っております。値段が、なんと、500円じゃ、500円だな。また、今わしらがイベント企画中なのでな、また決まり次第皆のものに報告いたしまする。はい、ありがとうございます。いやー、鑑定用意しておきました、わし怪しいの、まあ、ちょっとな、大丈夫大丈夫大丈夫、まあ、徐々に徐々にこんなね、まあ、情報発信するとともに、この MC というものにも慣れていかればなというところですけど、まあ、今のもろもろの情報は何度も言うが、ワンランのオフィシャルサイトの方を見ればちゃんと情報を見ることができる。かっこいいかもしれない。そちらを確認するオフィシャルサイト、さてお願いいたします、さあ、それではそれでは、本日、まあ、これだけね、話すばっかではございません、皆様と楽しむ時間がございます、ぜひご参加くださいませ。観念踊りの始観念踊りの始確かね、はい、ということで、あ、もう準備しとるものもあるけども、さあ、このくそ暑い中、武将が汗水垂らしておりますくそ暑いと思います、はい、汚い汚い、そうですね、腰も暑い、まっこと暑い中、早いなお主、いいなさあ、ということで、踊りのご指南をさせていただきたいと思います。一緒に踊ろう、はい、おいでおいで、さあ、両手を開いていただきまして、おいでおいで、はい、おいでおいで、おいでおいで、はい、おいで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 おいカンニン、はい、カンニンジャ、ありがとうございます、覚えていただきましたかな、はい、もう一つ簡単な踊りございますので覚えてくださいませ。さあ、平和の象徴、さっきも鳩もおりましたが、平和の象徴、ピース、さあ、この2本、顔の前にカンニン、カンニン、反対側、カンニン、カンニン、もう一回、反対、カンニン、左、そして、ジャ、と青空見上げてくださいませ。よろしいかな、さあ、もう一度早めに参りますので、ついてきてくださいませ。せーの、カンニン、カンニン、カンニンジャー、はい、カンニン、カンニン、カンニンジャー、はい、カンニン、カンニン、カンニンジャー、わー、ありがとうございます。やりきったな、やりきったかな、はい、ということで皆様、このわしらの汗水垂らしたこのテンションというものについてきてくださいませ。さあ、では音楽スタート、カンニン踊り、よいしょ、手拍子を、はい、手拍子だけでもよろしくお願いします。バーン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 、はい、はい、よっしゃI'm not afraid to die.
モデルツアー、こちらの方もぜひぜひご参加くださいませ。それでは最後に勝ち抜きを、ほらほらほら、今度どうに、よし、では皆様の参ろうか、勝ち抜きじゃ、おえいえいえいおえいえいおえいえいお、ありがとうございます。いや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 、あちらの記念撮影の時間となりますので、さあ部長がコートついてから行きますので、ぜひカラフィの方をご準備くださいませ。いや今日もね、いい天気で、もうね、あっちの長虎の方もいいことが、エキストラベラーが始まって、エキストラベラーの方もよしかりやすいになるけどな、まあ清洲同盟で有名な、はい、これ一列か、はい、1秒前へ習え、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 よし、今回だとちょっと処理が大変なんですよ、はい、ではこちらから、こちらから、はい、いいとこだね、ありがとうございます。では真ん中、真ん中、いいとこだね。我が土曜日、日曜日、祝日にはこのように家康館前で演舞しておるが、それ以外平日も誰かしら武将がこの岡崎公園にもっと表の調査をしていただいたので、今と共に歴史の話をしたり、写真を撮ったりしておるが、ぜひぜひ、ぜひぜひ、ぜひぜひ、お知らせいただきます。では、逆を見ます。みんな水分は大丈夫か、大丈夫だ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 、この後、お話を、そうじゃそうじゃ、もうしてよいかな、この後はですね、なんとなんと城南亭の方に出かけてまいろうかなと思っております。明日は榊原、2人で城南亭の方に出かけまして、こちらのおもてなしはこの2人ということになりますので、はい、では記念撮影終了でございます。ありがとうございます。はい、では今申し上げました通り、こちらで酒井殿、本田殿がこちらで残っておもてなし、12時まで行います。この間、わしと榊原殿で城南亭の方で煎茶を飲む時間がありますので、今日も抹茶が楽しめるので、煎茶、こちらはあの専門の先生もついておりますので、作法なども学んでいただけるということで、ぜひ皆様お越しくださいませ。では後ほど、ありがとうございました。ありがとうございました。